一本の動画で石井さんをくれてんだよ。みんななんかもうヒカルさんがいいと言ったらいいんだみたいな感じになるみたいな。キャラ決めたのがやっぱ24、5歳の頃の自分だから、やっぱ人間的にも未熟だったし。失礼しました。フリートーク。髪切ったよ。かわいい。短い方がいいんじゃない？やっぱ。みんなにそれ言われるんだよ、ね。フレッシュ。生まれてこの方、これより短かったの、多分赤ちゃんの頃ぐらいで。これが本当人生最短。そんなことある？自分で最初鏡見た時に、マジでないわと思ったな。だけど、会う人会う人にこれの方がいいって言われるし、コメント欄でもめっちゃ好評だから、これがいいのかなみたいな。一方で、ぼっちキャラみたいな、せっかく付与されたのに、若干キャラブレするな、みたいな。帽子かぶったりじゃん。帽子かぶるとね、より田舎のヤンキーっぽい。ちょっとそこだけが懸念かな。ヒカルチャンネルとか出た時に、今までその、もっさり陰キャだからこそ、映えてるっていうのもあれだけど、設定と見た目が合ってる。キャラ立ちしてるっていうのもあったんだけど、28になってさ、もろもろキャラクター無理きてるなって思うの。令和の虎での尖りキャラ、毒舌キャラもそうだし、ぼっちキャラとかもさ、今可愛い可愛いって言われるけど、33とかだと。いや、きついきつい。きついじゃん。一人でディズニー。あ、そうそう。いいけどね、そう今さ先輩たちに囲まれて一番若手の俺がこっちキャラで先輩たちの後ろついて待ってるからそれで可愛いみたいな風に言ってもらえることは多いけど賞味期限はいずれ来るじゃん、うん、プラスぼっちキャラとかって売り上げに繋がんないのよやっぱいずれぼっちじゃなくなりましたみたいな動画は上げなきゃいけないから髪の毛短くなったタイミングでもろもろキャラ編しようかな本さんもさ、うまいタイミングで独立キャラやめたよね。最初のフリーランサーを束ねて大きい会社作っていくぞっていう2、3年ぐらいで、ピッとやめたもんね。やめたね。ってことなんですよ、皆さん。次の独立青笹キャラが、また悪運。ためくに。ちょっと知ってない。私の的には本当に株元青笹ためくにって感じ。くんとか狙えんじゃない大堀はもう素の性格がマジで丸いから YouTuber とかインフルエンサーとか見ててもさこのキャラ編ミスった人って結構ワコン化しててキャラ編ミスらなかった人ってやっぱうまくいってんだよねヒカルさんとかさそれこそ令和の虎の俺みたいな毒吐いてちょっと小生意気な感じだったのが今変わってて、あとレペゼンとかエビジャとかってさあれいつまでも続けられないじゃんでエビジャは多分最近女遊びアイスキャン持ち帰りみたいな頃からちょっとトーク寄りとかビジネス寄りにシフトしてるけど自分を磨いていこううん。だからここのタイミングやっぱ俺も今かなみたいな林さんとかずっと一貫したキャラだよなしかも素だし林さんはバンバン出始めたのがさ35からとか言ってたから、うん、そっからってなんか人間的な変化ってあんまないじゃん、うん、20代と30代って結構違うよねただやめちゃうのか会社のミッションビジョンバリューみたいなの決めたし会社の組織体制だったりとか会社の見せ方みたいなところもちょうど変わるからこのタイミングで俺も全部バチッと変えて反省しましたみたいな動画を1本出して結果その動画がキャラクター変更しますっていうところと会社の方向性の報告動画みたいな感じになったら応援されるチャンネルになるんじゃないか最近ね気づいたんだよねなぜ調剤界隈が良くて1万再生で世の YouTuber が何十万再生取れるのかっていう違いが普通の YouTuber って視聴者に応援されてんだよ、ねうん、俺らみたいな教えを請う系の人たちって視聴者との関係が応援するされるじゃなくて俺が教えてやるよなんて、うん、だからインプの数字が伴わないみたいな自分がまずアッパーでそっから視聴者に下ろしていくみたいな構図だから、うん、それ変えて視聴者たちが自分を持ち上げてってくれるみたいな構図に変えない限り50億とか100億とかの世界は YouTube では見れる、うん、これもなんかさずっと議論されてることだと思うんだけど教えを請うスタイルで上から教えますよの方がこの人の商品欲しいって思う人の割合が増えるじゃんそういうキャラの方が売り上げが高いからそういうスタイルで行きましょうみたいなのが確かあってだから例えばさファンに囲まれてるように見えるけど商品出したら全然売れませんみたいな YouTube はい、はい、いっぱいいるわけじゃん、うん、それよりもこの人から本当に学びたいなこの人の教えを自分の中に取り入れたいなって思わせる少数顧客の方が儲かるよっていうムーブメントだったんですそれハイブリッド結局できてヒカルチャンネルとかまさにそうじゃん、うん、基本的にはヒカルが言ってることが大正義みたいな文化があって、はい、だけど視聴者がヒカルさんを持ち上げてるだからめっちゃ売れるんだよねヒカルチャンネル1本の動画で石井さんをくれてんだよなんかもうヒカルさんがいいと言ったらいいんだみたいな感じになるみたいなそこに再生数が伴ってんのがマジですごいなバキモンよ俺らはそれに対してずっと言い訳をしてきたわけじゃん再生狙うと CBR が落ちると訴求が弱くなるからエンタメ系 YouTuber なんかダメだと我々みたいに訴求をして数千再生取るのがビジネスであるみたいなことを言い訳してきたけど見せられちゃってる150万再生で毎回訴求入れられちゃうとさ次さ、大変おこがましい企画じゃないですけど、こうじゃねっていうのを勝手に考えながら、ヒカルさんの動画を見るっていう企画みたいな。なるほどね。ヒカルさんも、細かいと思う。本人とも話してんだけど、いろいろ。この動画とかも話して。運気が上がる、うちるぞ。本当にすげえな。ヒカルさんが、長野か山梨か行った時に、通りすがって、これ言っちゃいいじゃんみたいな感じになって、で、売って、みたいな感じらしい。石売るの？なんで売れる？ブランディングもやっぱ上手で、普通さ、石売ったら、あいつ終わったなってなるじゃん。普通に考えて。だけど、それすらちゃんとエンタメに昇華してて、うさんくさいヒカルがついに石を売ったギャグみたいな感じになってんの、もう全体として。それで売れるの？壺売ったら終わりだと思ってくださいみたいなツイートして石は許してみたいな。壺売ったらアウトでみたいな。みんなおもろくなっちゃって終わってるから、空中戦みたいなところも、実はめちゃくちゃ勉強になるんだよね。あとやっぱ言葉選びとか。最近めっちゃ気をつけてんだよね言葉選び多分カットになってんだけど可愛い可愛いって言われてるからみたいなのを言ってもらえてるからって俺言い換えたじゃん育ちいい人の言葉遣いお客さんをリスペクトしてるから下に見ない、うん、大衆を味方につけるっていう方向に今シフトチェンジしてる、うん、バリュー事件起こしたさヒカルさんがさ今もう大衆を味方につけてんであればさ俺も生きるよな生きる令和の虎でいくら炎上してようがちゃんと反省しましたみ
たいな動画撮れば。これ公開したらじゃあまずくない？でも実際反省してんのよ。それこそなんか月1万2000万の世界は偉そうにオラオラ言ってりゃよかったんだ。だけどやっぱ月2億超えなきゃいけないっていうふうになった時に、このスタンスってやっぱ人から嫌われるし、ダメだなって。そうですよ。でもこれね、すごいむずくて、キャラだとバレるんだよね。だから多分本当にいい人間になるときって、例えば変なアンチコメント見ても、頭悪いなって思わない思考を作んなきゃいけない。アンチコメントは頭悪い。コメントは頭悪いじゃなくて、アンチコメントはでしょ、主語が。自分のどこを見せるかみたいなところを変えていくって感じ、うん。結局、多分ヒカルさんも、なんか尖ってる部分は別にまだあるし、過去を尖ってた時に視聴者に感謝してなかったかって言ったら多分感謝してると思うし、別に俺らもさ、視聴者寄り添い系の発言ってカメラ内ではしないじゃん。別に視聴者に感謝してるじゃん、実際は。強く絶対的な正義である自分みたいなのをカメラの中で見せなきゃいけなかったから、視聴者にありがとうって言ってる自分は見せちゃダメだっていう考えだったから、それを改めて。キャラ決めたのがやっぱ24、5歳の頃の自分だから、やっぱ人間的にも未熟だったし、年重ねればさ、それ相応に自分の人間力も上がってくじゃん。ってなった時に、普通に今、尖りキャラやるの結構しんどくなってきたみたいな。恥ずかしいな、みたいな。じゃあこっからの発言はキャラじゃない素がよく見れるわけ。素ともちょっと違うけど、まあでも割と素じゃない、多分いいやつだもん割と。素によっては来るよ、素によるかな。だし、まあより見せ方を気にするからギャップはすごいことになるみたいな、うん。一番嫌だったのはこいつは人間的に未熟だみたいなコメントが一番嫌で、俺も分かってるよみたいな、うん。4年前の自分が決めたことをひたすら守ってるわけだからさ、4年前の自分の考えは未熟なのは俺が一番分かってるよ。それが一番なんかこう気持ち悪かったし、とはいえなんか反論もできないし、うん、感じだったから、そこ解消されるのが非常にストレスフリー。視聴者もさすがにそろそろ混乱してて、令和の虎の俺ってさ、てか令和の虎ってさ、めちゃくちゃ演じやすいフォーマットじゃん、うん、フリートークないから詰めれるし、周りも詰めるし、その雰囲気が醸成されてるから、しかも志願者対虎っていう面接する側とされる側っていう役割がしっかり与えられてる状態だから、めちゃくちゃキャラを守りやすいのよ。一方でヒカルチャンネルとか桑田のチャンネルとかフリートーク系の動画に出ると、どんだけ頑張ってもちょっと素に寄ってっちゃうし、なると視聴者がめっちゃ混乱してるんで、どれが素なの。スキル獲得見たらまたちょっと別のキャラになってるし、ね、そう、スキル獲得は絶対人前では言わない毒を友達同士で吐き合ってるみたいな。それ言われるもん、こっちも。スキル獲得チャンネル、なんだこれみたいな。何がスキル獲得なんだよっていう。今スキル獲得の数だいぶ減ったよ。ただ単に27歳、8歳の経営者の本音チャンネルみたいな、うんうん。経営者の本音チャンネルとかにした方が面白いかもしれない、うん。まあ確かにね。裏ではこう思ってるけど、社員には言えない経営者の本音を語る会みたいな感じにして、うん、経営者が誰にも相談できない悩みとかを聞いていくとかのサービス系をやった方が、確かにそちらいいかもね。発信内容とチャンネルコンセプトと扱ってる商品のズレが激しすぎて。1年ぐらい前から言ってるよね。うん、やんなきゃね。タコくんは最近なんか SNS 上の見せ方とかなんか考えてない？最近ちょっと変えたよね。でもなんか変わってるのよ。今ねライティングのコンサル受けてて、根本の人間力を前を見直すみたいな感じなのよ。コンサルの合間で掃除させられたりする。でも確かにその後に書いた文章は結構寄り添える。だから文章で取り繕うんじゃなくて素を上げろみたいな。さらにそこに文章的なテクニックも入れて、そこの文章と普段の行動の乖離がないようにしていこうみたいな。そしたら両方アップデートされていくじゃん、うん。あと入れてる変化だと、今まではスキルをつけましょうだったのが、うん、スキルを身につけるっていうのはスタート地点だよみたいなところにちょっとポジションを変えることによって、うん、スキルを身につけた後の訴求とかもできるようにしたいなっていう。よくいるじゃん、動画編集身につけて月5万稼げるようになったけどこっからどうしようみたいな、結構いるから、うん、そこにもいろいろ見せれるようなのが本当の教育コンテンツって言えるのかなみたいなところをちょっと世界観を反映させていって。ちなみにうちのミッションビジョンバリューで根幹となる考えが、勉強したら自己実現できるに抽象度を上げたの、うん、だから言ってることは一緒だね、うん。今までって資本主義を攻略するロードマップを制作しますとかじゃなくて、資本主義の攻略っていうのはより良い人生を生きるための側面にしか過ぎないよね、うん、っていう感じにアップデートしてる感じ、うん、なるほどね。しかもなんかおもろいのが、佐久間なんかさ100億目指しますみたいな風に変えたじゃん、うん。うちの会社もちょうどその時にミッションビジョンバリューとか決めてたから、うんうん、同じようなこと言ってんなみたいな旗を立ててここまで行くぜみたいな、はい、そうなんよ。思ったのが、目標立てるときは抽象度が高ければ高いほどおもろい、うん。さっきのさ、青くんとこのスキルをつけて自己実現の幅を増やす的なスキルってか、勉強することによって自己実現ができるよっていう考えを広める、うん。それって非常に抽象度が高いわけじゃん。そこに向かっているときっていろんな施策が点だったのが線とか面がつながっていく感覚がある。あ、はい、これがおもろいなって。これが総合的に綺麗になったときに美しいマーキングになるな。それってさ、昔さ、2年ぐらい前のスキル獲得の動画かな。ありますよ。ビジョンなんか不要ですし。そう。あるよね。同じ動画のこと思い浮かべて。だから、俺らも成長してんだな。成長したよ。むしろそっちみたいな。やっぱ最初の話とも繋がってくるけど、それがないと、スタッフもお客さんもフォロワーもついてこないんだよ。うん、それこそ多分、数億までしかいけなくて、うん。結局さ、そこのビジョンとかがあると、この人の理念に共感して一生ついていきたいなとか、この会社に一生ついていきたいになるんだけど、うん、スキルを身につけてお金を稼ごうだと、お金稼ぎますと、はい、終わりだと。じゃなくて一生寄り添いたいよねってなると、うん、理念とかめちゃくちゃ大事だな、みたいな。うん、
でもさ、先輩経営者とかでさ、スピ行っちゃったなみたいなあるじゃん。最近の自分を俯瞰してみた時に危ねえなみたいな発言、ちょっとスピ寄りになってるかもしれないみたいな、経営者が結構スピに行き着くみたいなのはちょっと分かった気が。分かるよ、分かるんだけど、でもなんかそれがあった時に逆にスピ系の要素をもっと論理的に考えられないのかなみたいなことを思った、うん、そこを通じていろんな要素を伝えていけば多分スピ要素がちょっと入ってた方が引きつけられる必要が絶対いるから、それをちゃんと論理で理解しようとしてる最近、うん、例えば最近スピだと思ってたけどこういう捉え方もあるのかって思った事例とかがあって、うん、稼ぎたかったら神社に行けっていう話でもうドスピじゃん。ドスピだね。これって何なんですかって聞いた時にいろんな側面があるけど、君がなるべく納得しやすいちょっと科学的な側面を言うと、神社って砂利が丸いじゃん。砂利が丸いから踏み出した時と足がついた時ともう一歩踏み出す時の3回足に力入れるんだよね、うん、でコンクリートだと1回しか力入らないよね。力を入れる回数が多いから回数によって脳が活性化されるって研究データが出てるんだよみたいな。でもそういうの説明するの面倒いから神社に行って祈ると成果出るよっていうすごい抽象度の高いところにまとまってると、うん、それがスピーディア。だから我らって経験則的にこうやっていったらうまくいくよねってものがあって、うん、ある程度までは理論で全部説明できるんだけど、うん、その経験則がより高度になっていくと理論で説明できなくなるからスピっぽい表現をしてこれやっててくださいってやった方がいいよねっていう考え方だし、ね、最近それこそ青さスピなのとか言われるんだけど、ルチュールさ、ヒカルさんが最近言ってるやつつけてんのよ。これつけてからマジでいいこと起きるんだよって言うとめっちゃスピっぽいじゃん、うん、実際はこれが運良くなるって自己催眠してんだよね。うまくいった時はこれのおかげだって思うし、うまくいかなかった時はこれのおかげでもっと最悪の事態を免れたって思うから、ポジティブ思考になってる、はいはい、ポジティブ思考だから最近調子いい気がするっていう、うん、あとその意思によってなんで運気が上がってるかみたいなのをもうちょっと考えてみると、そういうのもさ考える癖がついちゃってるからさ、こういうのって何なんだろう、科学的にって思った時にちょっとあれに近いかなって思うよね。例えばさ部活とかで先輩が着てるシャツとかって憧れなかった、うん、あったあった。同じユニフォームで試合に出ようってなった時にちょっと強くなった感じとか、うん、一歩頑張ろうとか練習をもうちょっとやろうっていう感覚になるよ。これも同じで、ヒカルさんがつけてるやつをつけながらそんな男として恥ずかしい行動できないよねみたいな、これがあると思う、うん、それが説明しにくいから抽象度高いからね、うん、それっぽく見える。あとなんか最近どうぞヒカルさん見って思うのは、ヒカルさんこういうのとかつけたりとかいろんな石買ったりとかしてんの、最近調子いいって言うんだけど、うん、石とかなくてもいい案件の話とか来たと思うの、多分分かんないけどね、現実主義者的考えですよね。でもそれだと来たなってだけなんだけど、石とか買ってるとマジ来たみたいな、この石本物だみたいな、あれ買ったら今度これが来て、これ買ったら今度これが来てみたいななってくと、感覚値的に今すごい上り調子っぽく見えるみたいなっていう、まず本人がそう見えてる自分のことを、うん、同じ状態だとしてもそれを本人が口にするから周りもあの人勢いあるっていう風に感じると、だから案外石とか月とかって大衆心理の動かし方とか、うん、組織の動かし方っていう観点で言うと全然バカになんねえな、はいはい、あとね、これはさすがにって思ったけど、まあ確かに言われてみればと思ったのが、うん、お祈りとかお経ってなんで読むの、あれっていわば人として良い行いをしようっていう教えとかが書いてあって、これ読んでる時に自己洗脳がかかってより良い行いをしていかなきゃいけないよねって声に出して自分で聞くと思う、うんうん、さらに声に出すから結構ストレス発散要素があって、顔が明るくなる、顔が明るくなるとそういう人に案件頼みたくなることってあるじゃん。それでいいループに入っていくって言われて、全部が確かに言われてみれば繋がってるよな、うん、結構あるよね。早寝早起きとかもそうかもしれないね、うん、自分が今社会的にすごい良いとされる行いを行っているっていう自負があるから、結局昼もいいことするじゃん、なんかいい方向に転んでるみたいな。早寝早起きで言うとさ、早起きした時とかでさ、自分で今日早く起きちゃったんだよみたいな会話するじゃん、その時に確実に自己肯定感上がって、うん、人間の脳ってやっぱ単純だなと思うのさ、よく言うのが私は梅干しを食べてます言うだけで、うん、口からこう唾液が出てきてするわけじゃん、うん、ぐらいシンプルなんだよ多分、うん、人のって結構アホだから早起きして偉いんだよ自分っていう話をするだけで、うちで思ってる上がってるんだな、うん、ここら辺を武器として装備していくと俺らとも相当すごいよ。でもなんかむずいよね、どの人に対してどんなワードを使うかってすげえむずいよ、うん、同じ人でも時期によって受け取り方変わったりするし、俺らですらそうだからね、俺ら2年前にこの話聞いてたらさ、なんだこの怪しいやつ石スピっぽいって言われるんだ。俺がヒカルさんとかと関わってなくてこれつけてるやつと警戒するもん、別に数珠つけてる人嫌じゃない、変な人なのかなって思うよね、うん、B2B の時とかやっぱ外すもんね、ストックさんの総会とかさ、ちょっと違うかなみたいな、 TPO だね広く言えば。 YouTube とかさ多くの人が見るときは別にいいと思うんだけど、うん、ストックさんとかみたいな高学歴の自然科学主義の人たちが集まってる場でこれつけてるとやっぱ変な感じになるからね、そうそう、めんどくさいし、原価値みたいなもんだけどな、一言で言っちゃえば、うん、そういうのいっぱいあると思うんだよな意外と。こういうのを含めて考えると、俺らさずっと YouTube で発信してるとさ、過去の自分の未熟さ全部動画に残ってる、ちょっといいけど恥ずかしいね、理念なんかいらねえだろみたいな、ありたいね。むしろ理念だけで食ってる経営者がいるっていう事実に目を向けるべきだって、うん、理念だけで人を引きつけてパネルって何みたいな人いるじゃん、うん、実際でも食えてるんだよね。あの頃とかね、営業利益1億超えてるぐらいで偉そうに講演垂れてたからな。これがね多分10年とか積み重なっていくとすごいよ、経営者の全ての過ちを全部出していけるチャンネルみたいな実際年収チャンネルとか見てると、株元さんもやっぱそうだしね、うん、やっぱ5年前の株元さんとか青いこと言ってるから、それに影響を受けた俺らが3年前とかに青いこと言ってるみたいな。だから
ら、今度うちのチャンネルでやろうとしてる企画があるんだけど、過去の動画にツッコミ入れていくみたいなのってちょっといいかもって思ったよね。他にも最初に出した有料ノートのプロフ文をちょっと辛口評論しながら見ていくみたいなのって普通に勉強になるし、差分が見えておもろいな。じゃあちょっとこの動画を閉じて、貯金4年の人間的な変化みたいなところを経営者としての変化とか、はい、じゃあそんな感じで今回の動画は以上です。概要欄の方にスキル獲得チャンネルの LINE があるんで、ぜひ見てみてください。スキル獲得版令和のタルでオールになったシガーシャのコンテンツたちが並んでるんで、一個一個見て自分の合うスキルを身につけてください。そんな感じで今回は以上です。ありがとうございました。